コンサートイマジンの素敵なアーティストにお話を伺う檜山瑞穂のトークドア。檜山瑞穂です。この度コンサートイマジンの素敵なアーティストにお話を伺うトークドアが始まりました。第1回目のアーティストはフルート奏者の山形由美さんです。この2016年はデビュー30周年でいらっしゃいます。山形さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当にこれをお聞きの皆さんもご覧の皆さんももうなんか女神が現れたようなね、美しさですけれども、聞く人を幸せな気持ちにするという、美しい国民的なフルーティストの山形由美さん、早速ですけれども、もともとはバレリーナを目指していらっしゃったんです。そうですね、まあ、小学校入るぐらいからクラシックバレエを習ってまして、はい、まあ、それがとても自分に合っていたと思うんですけれども、もう夢中になってレッスンに通ったりですね、あとはまあ子どもの教育ではとてもこう定評のあるバレエ学校に行ってましたので、はい、公演でも発表会でなくて本当に公演なんですね。で、フルオーケストラと踊らせていただいたんです。わ、何か、はい、少しホームページなどを調べさせていただいたら、森下陽子さんとか、はい、牧麻美さんなどに支持って、はい、そうですね、もう王道ですよね、はい、バレエのね、クラシックバレエの、まあ、恵まれた環境でしたね。で、レニングラードバレエ団の来日公演に子どもの役で出させていただきましたり、まあ、本当に小学校の間はバレエ一色という、はい、バレエ少女だったんですね。やはりバレエ少女というかバレリーナを目指すバレエのお稽古というのは、うん、はい、その辺のちょっとしたお習い事ではなく、はい、大変な、大変でした、まあ、週に4回月水金日とありまして、で、まあ、本公演の前はそれがもう毎日になったり、あと夏の合宿でバレエ学校でもみんな寝起きを共にして夏休みを過ごしましたり、まあ、本当にそういう意味ではどっぷりという感じで、やはりこうお姿見ててもこうなんとなく頸椎がしっかりとインナーマッスルで使ってらっしゃるという感じで、ね、でもそのままバレリーナの道に行こうって、はい、そのままには行かなかったんですか。はい、そうなんですね。まあ、小学校6年の時に、はい、健康優良児に学校代表で選ばれまして、まあ、すごく発育が良かったんですね。160センチになってしまいまして、小学校6年の時に早熟だったんですね。まあ、早熟ってことはちょっと違う、ヒョロヒョロっていう感じだったんですよ。お背が早く中身は別に何か持たなかったんですけど、まあ、そんなこともあって、当時まあバレリーナはそんなに大柄の人は不利だっていう感じで、まあ、男性舞踊師もそれほど今ほど、まあ、背の高い先生もいらっしゃらなかったりしたものですから、まあ、先行きどうしたものかなっていう頃に、まあ、フルートに出会ったんですね。あ、そうですか。はい、でもそんなにすぐに諦められるものだったんですか。そうですね、やっぱりちょっときつかったんですけれども、まあ、バレリーナになったとしてもプリマではなく、キャラクター的なスパニッシュとか、そういう風になんか行くかもしれないという話も伺ったりしまして、まあ、せっかくバレリーナでしたらやはりね、こうプリマになりたいというのがまあ夢ですのでね、じゃあまあフルバレエの方は趣味に振り返るということで、でもずっと20歳ぐらいまでバレエは細々ですけど続けていましたね。そしてそこにフルートが現れるわけですけれども、はいはい、どのような状況で、はい、それは私のおじいが結婚式を挙げまして、お祝いにフルートを吹いた方がいらっしゃったんですね、披露宴の時に、はい、でその時にハンガリー田園幻想曲というドップラーの名曲を、まあ、お吹きになった方がいらっしゃって、その時に初めてこうフルートのソロの音をこう身近に聞いたんですね。でそれまではバレエのそのオーケストラの中にあるチャイコフスキーとかは、はい、まあ、いろんなフルート、ピッコロなどが多用されていて、その頃からすごく音色は好きだったんですけども、オーケストラの中でのフルートの音しか、まあ、あんまりこう生では聞いてなかったわけですよね。でその結婚式で初めてソロでピアノと2人という形で聞いたので、まあ、より一層そのフルートの音にこう心が打たれまして、でこの楽器吹いてみたいなということで、ああ
はい、そうですか。その時の音っていうのは今でも耳に残って残ってますね。本当に出会いだったんですね、はい、そうですね。でそこからどなたかに指示をされて、うん、はい、その時吹いてらした方に、はい、あの最初で CD でお願いしたんですね。あで、まあ、その方はすぐ外国にいらっしゃったので、あの弟さんの野口博先生という、うん、あの東京都交響楽団の、はい、楽団員をされていた方なんですけども、その先生にバトンタッチされまして、それでずっと音大を目指すというふうに。なるほど。あの音楽大学とか芸術大学になりますと、こうピアノが弾けなくてはいけなかったりということがありますけれども、はい、その時にはすでに音楽的な、はい、あの稽古他にはやってらっしゃったんですか。そうですね、あの、まあ、そもそも行っていた幼稚園があの音楽幼稚園のようなとこだったんですね、だから音感教育とか、はい、まあ、ピアノとかっていうのも幼稚園の頃、まあ、やってましたので、まあ、バレエもやはり体でこうクラシック音楽に触れてたということもありましたので、まあ、フルートを始めてもすごく、まあ、あの 自然に入れましたし、あの、まあ、音符を読んだりとかそういうことは別に苦労もなかったのでね。でもやはりどうなんでしょう、はい、あのバレエの厳しいお稽古での培ってる粘り強さみたいなのは大いに役立ったんじゃないですか。それはやっぱりありがたかったですね。あのクラシックバレエも特に厳しいところで身を置いてまして、もう足が血みどろでも容赦なくやってましたので、まあ、それに比べたらフルートは体が痛むなんてこともないわけですよね、ですからもう全然楽々という感じで、あのどんどんこう進んでいったっていうのはありますね。やはりあのいろいろとあの DVD とかいろんなお姿を見せていただいても、本当に立っている姿がきちんとこう中心が決まっているような私なんかはそういうふうにお見受けするんですけども、やはりそういう子供の頃からバレエで鍛えたり、そのことが全部つながっていらっしゃる感じですね。はい、ですね。まあ、今になりますとやはりそれも無駄ではなく、うん、あのフルートにつながっていたと思いますし、うん、まあ、体もフルートってすごく腹筋を使うんですね、はい、あといい姿勢でないとあのいい呼吸もできないということで、うん、あのすごくその姿勢の良さというのは役立ってますし、うん、あとまあソロですとあのやっぱり2時間ぐらい経って、うん、あの演奏しますので、はい、まあ、大体 4,5 時間その当日なんかは吹くわけですよね、リハーサルを含めまして、うん、まあ、そういうのでも全然足腰がこう疲れるとかっていうこともないんですね、うん、ですからまあそれはバレエで培ったその体力とか、まあ、そういうのもフルートにまあ期せずしてですけど役立っているのかなと。なるほど。そしてフルートの道に歩まれて、もう演奏家っていうのはもう東京芸術大学行かれて、これはもう私はもう教えるというよりも演奏家だわっていうふうにはもう思われていたんですか。うん、はい、そうですね。まあ、大学の頃はもう学ぶことが多すぎて、はい、先行き何になりたいっていうことはもう一切考える余地もないんですけれども、まあ、まあ芸大を出た後イギリスにまあ勉強に行って、で戻ったらなんかレコードデビューの話をいただいたんですよ。でそこからなんか知らない間に演奏の道に入ってしまったんですねすごいですね。なりたいとかこうなんかチャンスをつかまなきゃとかっていうことがなく、なんかふーっとこうそういう話になって、それからまあ30年経ってしまったんですけれども、だからね、あの頑張ってっていうよりもあのなんていうんですか、本当に運命的にフルーティストにもう神様が選んでいたっていう感じですよね。まあ、本当偶然というか、まあ、あのイギリスから帰って、もう一回再留学をしようと、まあ、いろいろ調べていたんですけど、まあ、ちょっとお話があれば演奏もさせていただいている時にレコード会社の方に、あのレコード当時 CD じゃないんですね、レコードLP レコードです、はい、を出しませんかって、まあ、お話をいただきまして、っていう感じで最初はまだ勉強不足ですって、まあ、申し上げたんですけど、まあ、あの今の若いねあなたにしかできない演奏もあるはずだから、それをあの撮ってみたらどうでしょうって、まあ、言っていただいたので、まあ、入れさせていただいたんですね。そしたらもう演奏家っていうことになんかこう一人歩きしていくような感じで、はい、それが今またにつながってるんですけど、でも本当にあの今ねこれをお聞きの皆様もご覧の皆様も本当にあのテレビでコメンテーターをなさったり多岐にわたってあのフルートっていうところにとどまらないで、まあ、人間山形由美という感じであのご活躍されてますけども、私今日あのまあ、初対面なんですけどもね、もう本当に凛ともう中心がきちんと決まってて、やはり
何か強い意志っていうのをね、感じさせていただくんですけど、先ほど私が申し上げました、聞く人に幸せ、聞く人を幸せな気持ちにさせるフルーティストっていうキャッチフレーズってどんな感じですか？はい、これはですね、CD を出しました時に、はい、音楽評論家の黒田恭一さんがライナーノーツを書いてくださったんですけど、そこに書いてくださったんです。私の演奏を聴いて、山形由美とは聞く人を幸せにするフルーティストだっていうことをライナーノーツに書いてくださって、すごく嬉しかったものですから、まあ、本当にそんな風に思っていただけたら演奏家として幸せなことですので、まあ大変思われるんですけど、それを、こう料理にね、なんか取り上げてくださるものですから、なんか知らない間にキャッチフレーズのようになってるみたいなんですけど、ぴったりですよね。そしてですね、これもぜひぜひお伺いしたい、他の演奏家の皆さんもきっと山形さんのお衣装興味がおありかと思いますけれども、衣装の、立ち姿がもう美しいんですけれども、衣装へのこだわりっていうのはいつもどのように？はい、そうですね、衣装はとっても大事だと思うんですけれども、やはりライブで演奏するときに皆さん吹く前にまず姿をご覧になるわけですよね、袖から出て。で、演奏会も2時間ぐらいずっと、一点を見てくださってるわけなので、やはりそれが皆さんの目に心地よいものであったりとか、あとプログラムを何らかのこう印象づけるものであったりとか、音だけではない非常に重要なものというふうに考えてまして、一部と二部でチェンジもしたりもするんですけども、やはりそしてもう一つ自分の気持ちを上げてくれるものとかっていうものもあるんですよね。ですからまず色彩はすごく気にしますし、あと季節感とか、今申し上げたようなそのプログラムに何か、例えばスペインものが多かったら赤と黒のものにしてみるとかですね、分かりやすい言い方で言いますとね、そういうことですとか、あとはその見た目というのも大事ですけど、着心地というのはやはり譲れないものでして、腹式呼吸ですごく腹筋を使いますし、腕も上げて演奏するので、きついとやはり動きにくい、息も入りにくいということがありますよね。ブログを拝見しましたら、色彩のことに、色について、述べられているのを私見つけまして、お小さい頃から色に対してとても敏感で、こだわってらっしゃる。やはりその自分が心地よい、気持ちで音楽をするっていうのは大事ですよね、お衣装で。そうですね、やっぱり何か演奏にこう集中する意味でも、なんか自分がどっかしらこう気になってしまうと、なんか他に意識がいってしまうような気がしますので、やはり自分がまず、あ、これでいいなっていうふうに思えるっていうのはとても大切にしてますということだそうですけれども、さて、デビュー30周年を迎えて、季節して今、熊本地震でね、本当に九州の方で大変な思いをされている方も、もしかしたらね、これをお聞きくださっているかもしれませんけども、演奏する音楽っていうのは、とかく命と関わりないように一見思われますけれども、そうではなくて、いろんなことを30年間感じられていると思うんですけれども、振り返ってみて、こう印象に残るステージとか、終わりですか？そうですね、まず本当に熊本、大分皆さんに本当にお見舞い申し上げたいと思いますけれども、今回の震源地ですかね、益城町というところ、実は2度ほど演奏させていただいておりまして、1年半ぐらい前にも益城町の方でコンサートを出演しております。ですから、もう余計なんか一言と思えない気持ちもいたしますし、あと熊本県、大分県も何か所もこの30年間やっておりますので、とても心配でありますよね。で、この30年の中でもですね、いろんな地震が、大きな地震が起こりまして、最初アルメニア地震の時、ピアニストのブーニーさんが、提唱された、アルメニア地震のチャリティーコンサートに出させていただいたりですね、あとは神戸の時は、ロリン・マゼルさんが提唱なさり、ピッツバーグ交響楽団とのチャリティーコンサートに出させていただいたりですね、そういったことで、あと東日本では実際私も栃木に家があったりして、被災とまでは言わないんですけど、やはりこう相当怖い目にもあったりしましたので、特にこの5年は東日本の
皆さんへの復興を込め、希望を込めてチャリティーコンサートをさせていただいているんですね。で、あのおっしゃったように、あの音楽そのもので、あの飢えがしのげるとか、あの何かっていうわけではないんですけども、まあ、あのある一定に落ち着いた時にですね、生活が普通に戻りかけた時に音楽というのは非常に助けになるっていうふうには感じておりますね。それまではもう余裕もないし、そうですね、なんですけど、そういうのが少し戻りかけた時にすごく希望も出たりとかと、あのほっとしていただける助けにはなってきたなっていうことは、そうですね、あの感じるところがありますのでね。あのやはり、あのなんて言うんでしょうか、まあこれは語弊があるかもしれませんけど、あの命が助かって、またあの命を落とされて命を散らしてしまった方への、うん、まあ、あの鎮魂であったり、そういうものもありますけれども、あのイベントをやることでまたそこに、うん、あの収益金というのも随分、それも、あの必要なことですよね。あのでもそうですか、はい、あの益城町に行かれてたんですね、うん、はい、じゃあきっと今ね、あのご覧いただいている方がいらっしゃったら、うん、またあの復興の途中、復興したらいらしていただきたいなって思ってらっしゃるかもしれませんね。本当に伺えるような日がね、早く来ればいいなというふうにね、本当に願いますけどね。じゃあ30年を振り返って、はい、あの道のりというか、うん、まあこれからまだまだ続くわけですけれども、はいはい、どんなあの全体的な30年だったんでしょうか。そうですね、まあ、30年と言いますとやっぱりかなりなね年月になっているなというふうには思うんですけど、なんか毎日一日一日をこうなんとか過ごしてる、で、まあ、1週間後に何の演奏があるとか、1ヶ月後に何があるとかっていう、常にまあちょっと先を見つつ進んできただけなので、あの、まあ、本当に30年も長く演奏できるかなんてことも考えずに、まあ、演奏生活にも入ってますので、まあ、まずそういう機会を与えていただいてきたことにも本当に感謝することが一番大きいんですよ。そうですか、はい、あのその30年の間にいろいろなこうあの、まあ、曲もねマスターされて、はい、例えばあのプログラムをニーズに応えるっていう意味では、はい、まあ、ご苦労って言っていいのか分かりませんけども、はい、先ほどの衣装と同じように TPO があると思うんですけども、どのように選曲をされるんですか。そうですね、やはりあのどのようなあの団体が呼んでくださるとか、まあ、お客様がどのようなあの客層の方が多い、あと年代ですね、あのいろんなことをなるべく事前にお聞きして何がふさわしいかなということをやっぱり一生懸命考えるんですね。例えばお会いしたことがない方の前で、行ったことのない場所で演奏することも多いわけなんですが、思い切りこう想像力を膨らませてですね、はい、であの自分がこんな曲聴いてくださって喜んでくれるかななんていうことを考えながらプログラムを作るのが非常に楽しいんです。ですからあの1回ごとなるべく変えてるですよね。あのガラッと変えることもあれば少し微調整をすることもあるんですけれども、やはり一箇所ずつ考えながらやってどっかしらどうだろうっていうのが変わってきたりするんですね。あとやはりフルートのコンサートを何回も聞いていらっしゃる方が多い場合と、多分フルートのコンサートあまり今までも少なかった場所とかっていうのは大体わかりますので、そうしますとやはり皆さんが耳に馴染んだ曲を多くするとか、あの解説をもうちょっとこう噛み砕いてお話をすることを交えるですとか、まあ、あの最近はもういろんなコンサートやってまして、まあ、あのソナタとかそういう大きな曲をやる、コンチェルトとかやることもありますけれども、歌の曲を取り入れましたり、あともうすぐあるのは日本の昭和歌謡とかね、そういうコンサートにもゲストで呼んでくださるんですけど、津軽海峡冬景色とか吹かれるんですか。はい、そういうのも合唱の方とジョイントさせていただいたりですね、あとは映画音楽だけ あのクラシック奏者による映画音楽 あのコンサートイマジン所属の仲間たちとやってるシリーズもありますし、そういうところからクラシックの入り口として捉えて、聴衆を、まあ、育てるなんていう言葉を使っていいかどうか分かりませんけれども、あの先ほどのフルートあまりここ来てないわっていうところに関しては、入り口として聴衆の方をいざなって、あのリピートでね育てる、お耳を育てるっていうのもあるのかなっていう感じが、まあ、あのお聞きして思いました。
そしてファンの皆様ね、お待たせいたしました、セルフプロデュース CD が9月の22日に発売されるそうですけれども、どのようなコンセプトで曲目なんですか？はいはい、まあ、今回はセルフプロデュース第3弾になるんですけれども、うん、デビュー20周年で初めて、はい、セルフプロデュース頑張ったんですね、うん、そして面白くなってしまって25周年も出して、はい、そして今回30周年ということで、はい、やればやるほどまたこう面白くなってきてるっていうのもあるんですが、うん、今回はその先ほどお話ししてくださったそのバレエのところに、うん、私のまあ2つの柱としてフルートとバレエっていうのがやはり切り離せない自分の中に詰まってる要素なので、うん、じゃあフルートでそのバレエとか踊りを表してみたいなっていうことで、まあ、古典のルイ14世の時代に宮廷でバレエを踊っていたリュリという人の作品もありますし、チャイコフスキーのワルツですとか、あとルーマニアの民族舞曲バルトークの曲なんですけども、うん、あとはやはりコンサートイマジンで仲良くしていただいている作曲の加藤正則さんに日本の笛をイメージした、はい、踊り出したくなるようなお囃子の笛ですとか、うん、しっとりとした日本の笛ですとかっていうのを組み入れた形の新曲も書いてくださったので、それも吹いております。ということはこうお育ちになってフルートに出会うまでのバレエのご経験が今音楽にまた再び生かされて、はいはい、もうそれは山形さんしかできない CD ですよね。まあそうかもしれないですね。踊りを真髄をしてらっしゃるっていうのは、これはもう楽しみです、はい、30周年で、ね、いろいろと目白押しなんですよね。パリにも行かれて、はい、そうです。どういうご予定？11月の9日はパリの日本文化会館で、はいはい、今回 CD でご一緒してくださいましたピアニストの菅野純さんとに弾いていただきまして、菅野さんがパリ在住でいらっしゃるんですけれども、はい、そういうことで菅野さんにお願いして弾いていただくんですね、ですのですごくパリでは演奏今回初めてなんですよ。あ、そうですか。なのですごく今から楽しみにしてます。すごいですね。やはり30年の、ね、30年ってあんまりまあこれからもあるんですけど、積み重ねもすごいなと思いました、はい、最後に、まあ、これからまだまだ夢が終わりだと思いますけれども、はい、どのように歩まれていきたい？そうですね、まあ、今までずっととにかく生のフルートの音を聞いていただきたいとか、フルートの良さを知っていただきたいという思いで続けてまいりまして、はい、その気持ちはもう全然変わらなくあるんですけれども、あとは去年から芸術系大学の客員教授に、させていただいておりまして、まあ、やはり指導の方にもこれから演奏ともう一つの柱として、力を注いでいきたいなっていうのもありますし、特にその、趣味でやってらっしゃる方とかにもお教えしたいんですね。わー、いいんですか？それで、まあ、本当にこうお年を召してからも始められる楽器なんですよ、はい、なのでそういうこうなんていうんです、健康にもいいですしね、腹式ですしね、呼吸も鍛える、胃腸をこうマッサージするような効果もありますし、まあ、健康増進にもなるで、上達する喜びもある、あと人に聞いてもらったらまたすごく華やかな思いにもなれるということで、まあ、そういったお教えできるサロンをこれから開いてみたいなということをちょっと思っているんですね。じゃあ山形さんにフルートを習いたいな、でももう無理だろうなと思ってた方、チャンスかもしれないですね。ぜひぜひ来ていただければ。フルート人口がね、もっともっと増えるといいですよね、はい、そうですね。今日は本当に、はい、素晴らしいお話をありがとうございました。もうますますのご活躍楽しみにしております。ありがとうございました。